お越しくださいまして、誠にありがとうございます。ご乗車いただきました、このゴンドラ。ウエストン号は、鍋平高原を後にいたしまして、毎秒7メートルの速さで進み、約7分後には、皆様方を、標高2156メートル、終点西穂高口駅へとご案内いたします。この辺りまで参りまして、ゴンドラの後方をご覧くださいませ。後方を向かって左端の馬が大木場の辻と申します。その右側に岩場の山が見えていますが、標高2168メートルの石上岳でございます。またゴンドラの後を追うようにして見えております山が標高2898メートルの金ヶ岳でございます。お客様にご案内いたします。これより3本の鉄塔を通過いたします。鉄塔を通過する際にはゴンドラが揺れますのでご注意ください。さらに左へ南岳、中岳、大海岳と続いており、そして左手ほぼ正面に見えております。鋭く尖った山が標高3180メートルの槍ヶ岳でございます。まもなく進行方向、左手前方より下り鍋平高原行き、残留号とすれ違いでございます。すれ違いの速さをご覧くださいませ。第2号線と通過いたします。この第2号ルーエイには13本の鉄塔が設けられており、ただいま通過いたしました。第2号鉄塔より次の第3号鉄塔までの距離が最も長く、約900メートルございます。この辺りでは進行方向右手前方に蛇褐色の山が見えますが、標高2455メートル、活火山焼岳でございます。この焼岳が大正4年6月に大爆発を起こしまして、火口から流れ出た溶岩が信州上高地の梓川をせき止め、有名な大正池を作りました。また近年では昭和37年6月にも大爆発を起こしており、今なお活動を続けております。まもなく終点天国を西穂高口駅に到着いたします。ここで皆様にお願いでございますが、終点西穂高口駅の周りには天国園地が設けられており、この園地より一歩外は険しい山や谷となっておりますので、登山装備をなされていないお客様は園地より外へはお出にならないようお願いいたします。ゴンドラを降りられますと、2階は改札口、3階は売店コーナー、4階は軽食コーナーとなっております。3階売店コーナーには山頂駅限定商品、岩クラゲやうっかい餅を販売しています。
30分前までは見えておりました。はい、この30分でだいぶ雲がだいぶ増えてまいりましたので、ちょっと待って。